天皇皇后両陛下が3日間の日程で北海道を訪問されています。両陛下は飛行機で北海道に入り、午後3時過ぎ北広島市で知的障害者らが作業を手伝う農園を視察されました。収穫したインゲンやピーマンなどを袋詰めする作業を見守り、ありがとう、作業を見せていただいてご苦労様と声をかけられました。明日は利尻島を初めて訪問されます。